もう一度です。 田田村村智子さん日本共産党の,田村智子ですのまずですね、先ほどの塩村議員に対する大臣の答弁を確認したいんです。塩村議員は沖縄での基地周辺の座り込みなど、そういう参加者が調査の対象になるかという質問をしました。大臣は、土地等の所有などの権限を有するものに限られると、調査の対象は、とお答えになった。ということは、6条、土地等の利用の状況についての調査、これ、現況調査も含まれますね。これは 土地等の権限を有するもののみが対象であって、その他の土地等の利用者を対象とすることは、6条に違反する調査だと、そういうことになるんですか止めてください出ました木村内閣新官お答えの申し上げます、ご指摘のとおりでございます。 田村智子さんもう一度確認します、6条は条文上、調査の対象を何も限定していませんが、この6条の調査というのは、土地の所有、賃借、こういう権限を持つ者だけの調査ということでよろしいんですね木村内閣審議官。をてください 木村内閣審議官、大変失礼いたしました。お答え申し上げます。あのご指摘ございました第六条に基づきます調査でございますけれども、あのお、えー、土地等につきまして、あの所有権、地借権等についての権限を持っていらっしゃる方をですね対象するというのは基本でございます。ただし、あの。 ここはちょっと、提案整えをさせていただきたいんでございますけれども、例えばあの土地等の利用者の方が法人でいらっしゃる場合、その法人の役員の方というのは、これはあの厳密な意味では、その役員個人としては、これ、権限を持っておられないんですが、そういう場合は、6条に基づく調査になりうるものと考えているところでございます。一方で、先ほどあのご指摘等ございました、 あまあ基地に対するその反対等の活動をされておられる方、こういう方はあの通常、土地等に関する権限を持っておられない方というふうに受け止めておりますので、そういった方はあの6条のですね調査の対象にはならないと、こういうことでございます、以上でございます田村智子さん。これね、現況調査は6条に基づくっていう説明を受けてるんですよね、現況調査、実際にどう使われているのか、その土地に行っての調査、そのときに、そこの人が所有記者なのか、 賃借権を持つ人なのか、法人の役員なのかなんて分かりようがないじゃないですか。分かりようがないんですよ。現況調査、現地に行ってどういうふうに土地が使われているかっていう調査。それとね、六条っていうのは8日の日に山添議員質問しましたけれども、何の対象の限定も置いていないんですよ。土地等の利用の状況についての調査としか書かれてないんですよ。で、ここに現況調査が含まれるって答えてるんですよ。だからね、答弁と条文が違うんですよ。 もしもそういうんだったら、丈夫にそう書くべきですよ、調査の対象を。書いてもいない。これ、本当にね、ちょっと審議の前提を書いてるんですよ。どうやって現況調査やるんですか、これで。でね、あの午前の審議でもね、あの防衛大臣が中止区域と特別中止区域について、あの自衛隊の施設、どうなんだ、どうなんだって詰められていく中で、審議会が決めるってことまで言われたんですね。 審議会にそんな権限ないですよ。ちょっとね、あまりに不正確で不誠実で、条文にのっとってないんです、答弁が。ちょっとこれ、本当にね、法案の審議の前提を書いています、本当はもう止めてくれって言いたいところなんですけれども、今日はちょっとあの質問はやりますけれども、ちょっと次回の審議までに、会議力精査してくださいよ。それから、元況調査っていうのがじゃあ何なのか、元況調査って実は法文上も出てこないんですよ。 だけど、皆さんのポンチへ、その説明資料の中には、現況調査って言葉出てくるんですよ。これが一体何を指しているのか、分かるように、次回までにきちんとした報告を本委員会に求めたいと思いますごく理事会において協議いたします。はい、田村智子さん、はい、では、私はきょうは中止区域がどのように指定されるのかということあのですね。で、法案の立て付けをまず押さえておきたいんですけれども、まず第2条で重要施設。 それから国境離島等を定義する。で、その中から第5条にのっとって中止区域を指定し、さらに中止区域の中から第12条にのっとって特別中止区域を指定するんですね。だからまず重要施設っていうの,をあのが何かっていうことが重要になってくるんです。で、この2条2項では、1で自衛隊の施設、安保条約の地位協定に定める米国の施設、つまり在日米軍の施設、で2で海上保安庁の施設。 さらに3として、えー、いわゆる生活関連施設というふうに置いているんですね。でこれまでの,てあの、えー、答弁では、その3の生活関連施設については、原子力発電所と自衛隊との共有する空港、それ以外は考えていないという答弁が繰り返されているんです。ここまで限定するのであるならば、なぜ3に原子力発電所、自衛隊との共有空港と、こういうふうにお書きにならなかったのか、なぜ条文で規定しなかったんでしょうか。 木村内閣審議官お答えさせていただきますあの法律に規定しております防衛関係施設と海上保安庁の施設は、まあ、安全保障の観点から普遍的な重要性を有するものだと。 考えていいるところでございます一方あの、ご指摘ございました生活関連施設、まあ、私ども重要インフラ施設を呼んでおりますけれども、えー、こちらにつきましては、安全保障をめぐる内外情勢でありますとかあの、施設の運営の在り方などに応じまして、安全保障の観点からの重要性が変化しうるものと、えー、このように考えているでございます。えー、このために、えー、政府の方におきまして、えー、迅速かつ適切に類型の変更、これは追加であったり、削除であったりということが考えられるわけでございますけどそういった変更が行えますように、まあ、法律の 規定といたしまして、その機能を阻害する行為が行われた場合に、国民の生命、身体、または財産に重大な被害が生じるれがあると認められるものという要件を設けさせていただきました上で、 具体的な施設の累計は、政令で定める仕組みということにさせていただいたということでございます。でこの仕組みの下では、例えば、安全保障の観点からの重要性が低下した施設の累計を機動的に政令指定の対象から外し、区域の指定をま同時に解除いたしますれば、まあ、速やかに調査や利用規制等の対象外とすることがカードとなると、こういうことでございます以上でございます。 田村智子さん、あの国際情勢や安全保障上の理由で拡大しうるという答弁なんですけれども、国民保護法第102条は、生活等関連施設を規定して、その施行令27条で具体的に発電所変電所、ガス精製施設等、浄水場など水道施設、1日平均10万人以上が利用する鉄道施設、電気通信施設、国内放送の施設、港湾、 空港感染管理施設危険物取扱所これらをを具体に指定をしていますで既に安全保障上の理由で、これだけの施設を政府は、生活関連等施設というふうに定めているわけですね、そうすると今後、これらを重要施設というふうにすることはないんでしょうか。木村内閣審議官 お答え申し上げますあの先生、ご指摘ございましたあの国民保護法につきましては、これ、有事を想定したものであると認識してございまして、あの平時をあのベースとしております、あの私どもの,あの法律、法案とは、趣旨が異なるのかなというふうにあの認識をいたしているところでございます。従いまして生生活関連施設生活関関連連施施設設微妙なあの 呼び方の違いあるわけでございますが、私どもの法案の中では国民保護法にはございません。先ほどご答弁させていただきましたその機能を阻害された、阻害する行為が行われた場合に国民の生命、身体、または財産に重大な被害が生ずるそれがあると認められるものというですね要件を付加させていただいているところでございます。で現時点におきましてこの政令で指定を考えておりますものは、御指定ございました原子力関係施設と自衛隊が共用する空港とこの2つの累計を 考えさせていただいているところでございますが、あのえー、この先の安全保障の巡、ね、ります環境の変化に応じますれば、えー、その他のものにつきましても、これあの、指定する可能性がないというわけではございませんけれども、あのいずれにしましても、そういうあの事態になりましても、あの法定しております審議会に不義をいたしま,どいたしますなど、あの適正なです、ね、手続きに従って、えー、慎重に判断をさせていただくということでございます以上でございます。 田村智子さんあの今言われたとおり、国民保護法の方は有事の立法だと、で今回はこれは平時の都市等の利用状況の調査なんですね、ちょっと大臣お答えいただきたいんですけど、だったらね、条文上原発と自衛隊共有空港と、こう書いて、それでいろんな情勢の変化が起きているんだったら、法改正で提案するのが筋なんじゃないでしょうか。 これね、生活管理施設って非常に影響大きくなるんですよ。例えば鉄道、一日平均的な利用者10万人以上の駅は、これはホームドアの設置対象でもあるので、国交省が出している資料を見ると、125駅にも上るんですよね。この対象がどうなるかっていうのは、国民に対して大変大きな影響を与えます。だから国会審議は私は必要だと思います。なぜ条文で書かないのか。なぜ政令に委ねてしまうのか。いかがですか 小野木国務大臣あの。生活関連施設については、安全保障をめぐる内外情勢、施設の運営の在り方などに応じて、安全保障の観点からの重要性が変化しえます。このため、政府の責任において、迅速かつ適切に累計の変更が行えるよう、法律の規定としてその機能を阻害する行為が行われた場合に、 国民の生命、身体、または財産に重大な被害が生ずる恐れがあると認められるものという要件を設けた上で、具体的な施設の累計は、政令で定める仕組みといたしました。この仕組みの下では、例えば安全保障の観点からの重要性が低下した施設の累計を機動的に政令指定の対象から外し、区域指定を解除すれば、速やかに調査や利用規制等の対象外とすることが可能となります。 田村智子さんこれ、全然おかしいんですよ、だって予防的措置であって、しかも時間をかけて調査をする対象ですよ、区域のね、周りのこう広大な区域を時間かけて調査しなきゃいけないでしょ、そんなね、そんなもう国会にかけるゆっとりもないと、ありえないですよ、ありえないですよ、これ、政令に委ねるなんて本当にありえないですよ、法の体系から言ったって。 ちょっと次いきます2条2項1、自衛隊の施設、在日米軍の施設、これはつまり2条2項の1でいうところでは、すべての自衛隊の施設と在日米軍の施設が重要施設ということでよろしいですか川島総括審議官。 お答え申し上げます本法案第2条2項第1号に規定する防衛関係施設としては、自衛隊施設のすべてが該当し、まあ、その数は宿舎施設、公務員住宅施設を除くと約1300施設でございます。また、米軍施設につきましては、地位協定第2条第1項 A によるいわゆる米軍専用施設区域のすべてが該当し、まあ、その数は77施設でございます田村智子さん。 すべてが重要施設だと、でそのうち第5条で、えー、周囲おおむね1000メートルの区域内で、重要施設の施設機能を阻害する行為のように供されることを、特に防止する必要があるものを中止区域として指定することができるということなんですね。それであのこのかあのその,この入らなないいい自衛隊の施設ってて何なんだっていう答弁については 自衛隊の宿舎が例として挙げられました、ここは対象外となるんじゃないのかとで、米軍基地については、自衛隊施設の周辺区域の指定の考え方等を踏まえて指定していくという、あのまあ、米軍とアメリカと、えー、協議の上という答弁もありました。それでは、この自衛隊の宿舎は対象外という考え方に立てば、米軍住宅の周囲というのも入らないという方向になるかと思いますが、いかがでしょうか。 防衛省地方協力局次長、青木隆君お答え申し上げます。在日米軍施設区域につきましては、自衛隊施設に関する指定の考え方等を踏まえつつ、管理者である米軍との間で、施設の運用状況や重要性等の詳細を確認したで、まで、区域の指定を行う必要がございます。このため、在日米軍施設区域の指定のあり方について、予断をもってお答えすることは差し控えます。 まあその上で、指定に際しては、米軍との間で施設の詳細を確認しつつ、土地等利用状況審議会の意見を伺った上えで、政府の判断として必要最小限の原則の下、真に措置が必要となる施設区域を特定していくというふうに考えております田村智子さん。 あのこの米軍基地の周辺ってどこが指定されるのかっていうのは、沖縄にとってはあの午前中のね、伊賀議員の質問を聞いても、本当に重大問題なんですけれども、これ、東京もね、ひと事ではないと思っているんです。資料でお配りしまして、1枚目は、東京都内の在日米軍基地の一覧です。港区にある赤坂プレスセンター、これは正常期新聞社、宿舎ヘリポートが入ってます。市1町にまたがる横田飛行場府中通信施設 多摩サービス補助施設、これ、ゴルフ場、キャンプ場ですね。で清瀬市の大和田通信場、硫黄島通信場、港区のニューサンノ米軍センター、これ、宿舎。で、羽田郵便管理事務所と。で、この中で、周囲が中止区域とはならないと考えられるもの、まあ、なかなかお答えにくいかもしれませんけれど例えば、ゴルフ場、キャンプ場なんていうのは、これは除外して当然じゃないかと思うんですけれども、いかがですか。 青木地方協力局次長お答え申し上げますあのまあ今、お答えにくいというふうにおっしゃっていただきましたけれども、あの先ほど申し上げましたとおり、その在日米軍施設、区域の指定のあり方、これにつきましては、あのこの段階で予で断、ね、をもっとお答えすることは差し控えたいというふうに思っております。 田村智子さんまあ宿舎だけでなく、ゴルフ場、キャンプ場についても、なかなか対象にはなりえないという答弁もできないということなんですよね。でこれね、私この、これまでの議論聞いていても、すべての自衛隊の施設、在日米軍施設はまず重要施設なんですよね。で、その上で、機能を阻害する行為を特に防止する必要がある施設は、周囲を中止区域にする。 でさらにその中から、他の施設による機能の代替が困難、代替が困難という施設は、特別中止区域に指定すると、そうなりますと、機能阻害を防ぐ特段の必要がない施設、その必要がある施設、とりわけ必要性が高い施設という3段階で、自衛隊の基地と米軍基地をいわばランク付けすることになるんじゃないかというふうに思うんですけれど大臣、いかがでしょう。国務大臣 あのこの法に基づく区域指定は、その機能を阻害する行為を防止することが必要な重要施設について、それぞれの周辺を指定するものであって、自衛隊施設の機能ランクをつける趣旨で行うものではありません。自衛隊の施設に関し、機能を阻害する行為のように供されることを特に防止する必要があるとの要件に該当するものとして、部隊等の活動拠点となる施設、部隊等の機能支援を行う施設、装備品の研究開発等を行う施設、 我が国ののの防衛にに直接関連するる研究を行う施設が中止区域の検討対象になるものと認識していますまた、機能が特に重要なもの、または阻害することが容易であるものであって、他の重要施設による機能の代替が困難であるものとの要件に該当しうるものとして、指揮中枢機能および司令部機能を有する施設、警戒監視、情報機能を有する施設、防空機能を有する施設、 離島にに所在すするる施設が特別中止区域のの検討対象になるものと認識しています実際の区域指定については、法律の要件や基本方針の内容に照らして、経済的・社会的観点から留意すべき事項も勘案しつつ、個々の区域を評価、そして新たに設置する土地等利用状況審議会の意見を伺った上で、指定の要否、範囲等をそれぞれ判断してまいります。 田村智子さん大臣、ランク付けじゃないって言いますけど、防衛省が区域指定の候補リストの提示を拒んでいるのも、まさにその理由が、施設ごとの機能の重要性を示すことになってしまうということを理由にしてるじゃありませんか。で事実上のランク付けだと認めてるようなもんですよね、防衛省は。そうしてね、私はね、米軍基地に対してですよ、自衛隊はまだ自分たちの施設だから、この国の施設だから。 そうやって指令機能があるとか、いろいろこう、類型立てることできるかもしれませんけど、アメリカ軍の基地に対してですね、いわば施設の重要性のランク付けを内閣総理大臣が行うに等しいような区域して行う、これ、そんなことできるのかなっていうふうに思うんですが、いかがですか青木庁協力局次長。お答え申し上げます。 えーまあ、繰り返しになりますけれども、在日米軍施設、区域の指定の在り方については予断をもってお答えすることは差し控えますが、その上で、実際の指定に際しては、米軍との間で、施設の詳細を確認しつつ、審議官に意見を伺った上えで、その上で政府の判断としてです、ね、まあ、必要最小限の原則の下、審議措置が必要となる施設、区域を、 を指定していくというふうに考えております田村智子さんあの。在日米軍は今、低空飛行とか夜間離発着訓練とかこう、市街地でも行ってねで、どんな危険な訓練しても、安全保障上、米軍が必要だと判断すれば、国内法はお構いなしだし、日米協定でさえもあのお構いなしという状況で、それに対して政府は、事実上、何の意見も言えない状況ですよね。 政府が意見言って改善されるなんてことはないような状況ですから、そうすると、区域指定の対象にならないという米軍基地が果たしてあるんだろうかと、私は広範囲に特別中止区域に指定されることにならないかというふうに疑念も持たざるを得ないんですよね。資料の2枚目は、赤坂プレスセンター周囲1キロメートルを記したものです。 これ、その1キロの中に地名で言いますとね、六本木と南青山のほとんどが入り、西麻布は全域が入り、南麻布、下麻布、広尾、赤坂も一部が入る、まあ、六本木ヒルズなどですね、あの高層ビル、土地建物の権限有するもの、利用するもの、膨大な人たちがいる、そういう地域になるわけですね。ここういういところまで 不動産売買の事前届出が義務付けられる特別注視区域に指定されるということはあり得るわけですよね、確認しますが、いかがですか青木町協力局次長。お答え申し上げます、えー。実際の指定に際しましてはです、ね、米軍からもしっかりと運用状況を確認しつつ、政府として法の趣旨、 この今法案ご審議いただいてます、法の趣旨に照らして、その妥当性につきまして、さまざ、あ、まな要素を総合的に観覧をしまして、主体的に判断をするというふうにしております田村智子さん。まあ,あり得るんですよ。で、アメリカ軍の運用状況をね、どこまで細かくです、ね、そんな精査することができるかっていうことですからね。 であのただね、この中止区域、特別中止区域では、この市街地をめぐって、えー、経済的・社会的観点からっていう要素が、えー、基本方針について定める第4条の中で、括弧の中に入って出てくるわけですよね。であのこれはあの公明党からの要望で入った文言で、えー、経済的・社会的観点からその周囲を特別中止区域に指定する機能を持つ施設であっても、 特別中止区域に指定する機能を持つ施設であったとしても、中止区域にし得るという答弁が8日の日には公明党の議員の質問に対して示されてもいます。ますますわけが分からないんです。この経済的、社会的観点というのは何なんでしょう。条文上、何の説明もありません。何を意味しているんですかえ、えー、おころぎ国務大臣あの この法案自体が安全保障と自由な経済活動の両立をまず図ることを大前提としているということを度々た申し上げてまいりました。中止区域または特別中止区域の指定は、指定に伴う社会、経済活動への影響を安全保障上の要請に基づく合理的かつやむをえない範囲に限定する必要があると考えております。閣議決定する基本方針においては、そうした考えを明らかにするため、法第4条第2項、第2号に規定する、 えおっっしゃった経済的・社会的観点から留意すべき事項を示すことといたしました。具体的な内容について、基本方針で定める予定でありますが、現時点で例えば、重要施設の周辺に密集市街地が形成されている場合、その区域における社会、経済活動への影響、施設機能の阻害行為の兆候等の把握が困難であるかどうかといった重要施設の周辺の実情、重要施設自体の形状や、周辺区域における地形、 国有地の所在状況などを考慮し、区域指定の要否区分、範囲を判断するという考え方を明らかにすることを想定しております。この経済的社会観点から、有位すべき実行を踏まえて評価した結果として、土地等の取引に関する事前届け出が必要となる特別中止区域の指定では、法定するその要件に該当する区域であっても、中止区域として指定することがありうるものと考えていると申し上げてまいりました。具体的な 区域の指定については、施行後に個々の重要施設の周辺や、離島ごとに法律の要件や基本方針の内容に照らして評価し、都市等利用状況深海の意見を伺った上で、必要最小限の原則を踏まえ、適切に判断してまいります田村智子さん。これ、説明できないですよね、なぜこの地域が中止区域で、なぜここの地域が特別中止区域か、これ、説明できなくなってくんじゃないですか。 で結果で、結論的に言えば、アメリカ軍の意向と、米軍基地周辺で言えば、アメリカ軍の意向と、それ以外のところで言えば、内閣総理大臣のさじ加減だと、言わんばかりですよね。で、この法律ね、本当にあの安全保障上必要な法律だと言いながら、基地機能のランク付けをいわば公にすることになってしまって、安全保障上の問題が浮上してきていると。さらには、安全保障上とは異なる基準で、 特別中止区域が指定されうるという、このね、政策的にも法律としても、私はちょっと矛盾があまりにひどすぎる、法体系として破綻してるんじゃないかと、いうふうにちょっと率直にね、指摘せざるを得ないんですね。つ次にいきます、土地等利用状況審議会についてです。で、今言った、その基本方針の、えー、で定めること等々も含めてなんですけど、あの生活関連施設、 をどうするのかあるいは中止区域特別中止区域の指定、えー、その変更それから勧告これらは事前に土地等利用状況審議会の意見聴取が義務付けられていますで、これはあの国民主権に関わる重要事項の意見聴取になるんですねところがその委員は内閣総理大臣の任命だとあの先日吉川議員からも質問ありましたけれども国会同意人事にしないのはなぜなんでしょう 木村内閣審議官お答えさせていただきますあの委員の任命につきましては、本法律の趣旨、目的に照らしまして、内閣総理大臣が責任を持って判断するものでございまして、国会同意人事とはさせていただいていないということでございます。なお、委員の任命に当たりまして、国会同意を要するもの,るものは、 え内閣から独立した機関、これ、会計検査院でございます、えー、そしていわゆる三条機関、これ、公正取引委員会、あるいはその国家公安委員会などでございます、えー、そしていわゆる八条委員会のうち、常勤の委員がいるもの、行政処分、行政処分に対する不服申し立ての審査を行うものなどが一般的でありまして、この法案にはあの適合しないものと考えているところでございます、以上でございます田村智子さん,うなんですよ。結局、審議会を置いても総理の判断だからっていう答弁なんですよね。 確かに、ね、国会同意人事を必要とする審議会等々を見てみますので、審議会などを見てみますと、答申とか勧告、事前審査、不服審査、圧っこういう機能を持ってるんですよ。一切そんな機能ないんですよで。審議会に意見をあらかじめ聞くという定義はありますけれども、その審議会の意見を尊重するともなければ、三尺するともないんですよ。ただ聞くだけなんですよ。あらかじめ聞く。 国民の主権やプライバシー権に関わる法律です。しかも実施に関わる事項は、法律でほとんど何にも縛りをかけずに、すべて政令に委ねている。あるいは内閣府令にまで委ねている。で、その審議会さえも意見聞くだけ。そのメンバーは総理大臣の任命。なんだ民主的統制などないですね。内閣総理大臣の判断だけで、いくらでもいろんなことができてしまう。 そういういい法案だと言わざるを得ないんです最後、残る時間、5年後見直しの問題での土地収容についてお聞きします。8日の審議では、土地収容が今後必要になってくるんじゃないかという質問に対して、今後の検討、で5年後の見直しに向けてというような答弁がありました、これ、5年後に向けて土地収容について検討するということがあるんでしょうか。おこぎ国務大臣土地収容のの置にについいてては有識者会議の提言において 今般の制度的枠組みの実施状況、有効性等を見極めた上で、安全保障をめぐる国際情勢、諸外国の取り組み等も踏まえ、慎重に検討していくべきとされてまいりました。このため、本法案では土地収容は導入しないこととし、重要施設等の機能を阻害する土地等の利用に対し、中止等の命令を行う利用規制の枠組みを採用いたしました。政府としては 土地等の利用状況の調査と利用規制を柱とする本法案によって、安全保障上のリスクとなる重要施設等の機能阻害行為の防止に努めてまいりたいと存じます。その上で、衆議院の内閣委員会の付帯決議において、収容を含め、さらなる措置のあり方について、不足第2条の規定に基づき、検討することとされたことも踏まえつつ、不足第2条に基づく5年後の見直しの中では、 措置の要,要否を含めさらなる政策対応のあり方について検討していく必要があると考えております田村智子さん、まあ、否定はされないわけですねであの法案の内容をした市民団体からは土地収容の危惧の声が上がっています茨城県百里基地の資料を最後のページでつけましたここはあの滑走路の横に並行している誘導路がくの字に曲がっているんですね、まあ、国際的にも こういう誘導路を持っているのは、ここだけではないかというふうに思うんですけれども、なぜくの字になったのか、それはあの農民が基地建設に反対して土地を売らなかった、そして今、その運動を引き継ぐ皆さんの所有地として、平和公園になっているからなんですね、えー、土地所有そのものが基地の機能を阻害しているとみなされて、収容の対象となることがないのか、すみません、ちょっと時間が来てしまったので、ちょっとその答弁お願いお願いします。 あのこのご指摘のあった経緯とは必ずしも明らかではございませんが、いずれにしても、仮に民有地を避ける形で、重要施設が設置されたという経緯があったとしましても、その民有地が平穏に利用されているのであれば、その土地の存在自体を利用として、隣接する重要施設の施設機能を阻害する行為のように供しまたは供する明らかな恐れがあるものとは認められず、 機能阻害行為として、本法案に基づく勧告、りません田村智子さん。この土地収入については、ちょっと次回もあの一言述べておきたいというふうに思いますが、あの戦前から戦後にね、大転換が法律上あるわけですから、そのことを踏まえた議論というのが必要だと思います以上で終わります。 本日の質疑はこの程度にとどめます。参考人の出席要求に関する件についてお分かりいたします。重要施設周辺および国境離島等における土地等の利用状況の調査および利用の規制等に関する法律案の審査のため、来る14日午後1時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。なお その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。御議ないと認め、作用決定をいたします。